走る。メールもご無沙汰で、喋り方とか服の感じとか微妙に違ってて、メールけれど話し始めればすぐに懐かしさが込み上げて、肩いち張ってる自分ほどけてくんだ。いつだってそう、僕らは晴れた心の延長線上のフレンズ、青臭いこと言い合って愛も変わらず、等身大の距離エールを送る最高の友達。Tony